マシケ町は北海道の北西部、ルモイ新興局管内南部にある町である。日本海の海岸日が見られる、お冬海岸と初間別って売りやキシリ国定公園の一部で、ある初間別だけを抱える。歴史は古く、町内には北海道遺産に選定されたレトロな建物が立ち並ぶ。ボタンエビの漁獲港が日本一であるが、甘エビやタコなどの水揚げも多い。 良質の水を利用して、酒造も行われており、明治時代からある国機酒造は、日本最北にある造り酒屋でもある。町名の由来は、アイヌ語のマシュキに、マシュケから、マシュケ町中心部周辺の空中写真、1977年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 サクセールもいかんない南部、日本海側沿岸に位置する。西部の日本海と東部の山地に挟まれた険しい地形で、ほとんどの集落は沿岸部に集中する。ただし、別カリ西の海岸は、急瞬の断崖が続き、国道231号開通まで、船以外の交通手段が、ほぼ存在しない陸の孤島であった。日本海側の気候であり、冬は、 雪が多く日照が非常に少ない。夏と冬の寒暖差が少なく、北海道内では比較的温和な気候である。稀にハエが吹くとフェーン現象が発生して気温が上がることがある。かつてはマシケ市長が置かれ、この地域の中心であった。現在は市長がルモイ市に移転しルモイ振興局となっている。オフユ地区は浜松郡浜松村に隣接する。 町内最南端の集落で、アイヌ語で燃える岬を意味する、ウフィットをその名の由来とする。古くから、二神領漁で栄えていた漁村であったが、高さ100メートルの断崖が連なっているため、陸上交通は、細い山道を数十キロメートルも歩くほかなく、この集落との連絡路は事実上、マシケ中心部からの定期線のみであった。そのため、陸の孤島と呼ばれていたが、 その唯一の交通機関である定期船も海がしければすぐに運行が取りやめになるため海上交通もまた容易ではなかった。1903年に海路を含めて国県道の西海岸線に指定され、1920年には順地方非道に指定されたが昭和初期には廃道化が進んでいき滅多に往来することはなかった。 1953年には二級国道231号として、常述の海岸線を並走する山道が認定された。1958年、大別狩地区から、車道改作のための工事が開始された。12.1km の山越道路の建設に15年の、歳月と事業費16億円を投入して、1973年には、福田ントンネルの手前まで開通し、 海上輸送によって開始していた反対側の工事も進められ、同年に福谷トンネルは竣工した。福谷トンネルより、お冬側には、岬の断崖を貫く、約1200メートルの長大トンネルである、天狗トンネルが計画され、1971年に着工した。こちらは8年の歳月をかけて、1979年に竣工し、 ついに最央部のお冬に車道が到達した。陸の古島であったお冬地区に道路が開通するのは住民の悲願であった。この時、浜松、石狩方面へ通じていなかった車道も建設され、1981年に国道231号が全通した。これにより陸の古島は解消された。なお、開通したトンネルは急勾配や屈曲。 トンネル自体に返上をきたしている箇所があり、また暫定的開通の部分があるため、現在でも各所で改良、路線付け替え工事が行われ、現在は2890メートルの長大トンネルがあるほどになっている。漁業が盛ん。昭和30年頃までは、戦国場所が置かれ二進漁で栄えたが、資源枯渇により漁獲量が激減。太平洋戦争後は、近海漁業。 水産加工が中心となった。漁業の他には、商業、農業、工業があるが、特にどの産業に依存するということはなく、縮小均衡している。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。並行した、学校間違いに、鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、 北海道旅客鉄道ルモイ本線ルモイ駅。廃止された鉄道路線以前はルモイ本線が通っていたが、町内を通る区間は2016年12月5日に廃止された。町内には、マシケ駅、橋別駅、主分別駅、シャグマ駅、新佐駅、阿分駅があった。旧本間家住宅マシケ厳島神社マシケ駅。 お冬岬などが映画エキステーションのロケ地になった。ありがとうございます。